こんにちは。私、群馬県の嬬恋村からやってきましたアグリズム株式会社と申します。ヨーロッパのイタリア、フランスから野菜を、種を取り入れて、で嬬恋の気候に合ったものを作っているんですけれども、その中で、本日はおすすめなのは、こちらですね、カーボロネロという黒キャベツなんですけれども、これはイタリアのトスカーナ地方の特産品なんですが、嬬恋の気候にすごく合うんですね。標高まあ1200メートルという高いところなので、夜はすごく涼しくて、それがすごくこの黒キャベツの、まあ、甘みを増す、そんな形になります。で、食べ方なんですけれども、この、こういうところ繊維がありますので、こう細かく切ってですね、でそれをスープにしたりですとか炒めたりということで食べられます。で特に、イタリアではこれをトマトベースのスープに入れて、2日3日とか、かけて食べるそうですね。で、まあ、実際にこれトマ、オリーブオイルとそれから肉、ベーコンなどとすごく相性がいいので、まあ、そういうものでこう炒めて、で最後に酸味を効かせるために、まあ、酢ですとかバルサミコなどをかけて、召し上がってください。あとは、当社ではこちらのようなさまざまな野菜を取り扱っております。嬬恋の気候に合った、野菜ばかりをこう作っているんですが、ぜひお試しください。ありがとうございました。